市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします。今回は、12月6日金曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。今回の発表の内容は、2021三重徳若国体三重徳若大会津市実施本部を設置、 国体大会デザイン封筒を作成旧津市体育館解体工事を全面再開令和元年度内に完了します津市人工市有効都市交流35周年津市代表団が人工市を訪問しましたの3件ですはい、今日はですね、この… <laughs> 三重徳赤国体封筒ですね、これを新しく作りました、この封筒を作りましたということが大きなテーマというよりも、これから国体をしっかりと準備していこうということで、今日の9時半からこの場所で実施本部というのを開きましたので、そのあたりのご報告からです、ね、お話をさせていただきたいというふうに思います。 実施本部の設置です、9競技11種目ですね、それから徳が大会が4競技4種目でございます。 でえー、これまで,です、ね、町内推進会議というのを開いてきました、まあ、3回ほど、これ、ですね、の5月、7月、10月とやりましてで、具体的にどんなことをやってきたかというと、津市の職員の体制をです、ねえー、作ってきたということでございます、まあ、具体的には十字計画とかです、ね、十字社名簿などを作ってきたということでございます。きょう、第1回会議を開きましたが、12月1日付で実施本部。 を作りまして、えー、具体的にはこれからですねあのもう来年の5月に一番早いところで来年の5月に競技別リハーサル大会というのが始まりますのでリハーサル大会に向けて準備をしていこうということでございますまあ800名を超える職員で構成をするということでありますでどんなことをやるかというとですねまあ業工系を成り総合案内輸送交通消防警備 維持衛生、国体障害者スポーツ大会を含めて支援部、そして具体的にはこっちですね、各競技会場部でありますね、まあ、総務はどこでも共通ですが、それぞれです、ね、競技会場係、練習会場、それから式典表彰、記録速報、駐車場、入場ということ、それからおもてなしと、まあ、こうしたことをです、ね、それぞれのバレーボールならバレーボール、バスケットボールならバスケットボールの会場別に、こういう部を作るということになります。 国体障害者スポーツ大会、それぞれですね大会役員は、協議をされる役員はいらっしゃいます。 えー、そして協議会のです、ね、実際の,この審判だとか、記録だとかです、ね、そういうことは協議の役員がいらっしゃいますで、えー、開催地の市役所がどういうことをやるかというとです、ね、協、え、議、ー、に関わるです、会場に関わる受付だとか、宿泊輸送、それから駐車場、会場整理、警備、弁当といったようなことを、市職員がボランティアさんの協力をいただきながらです、ね、やっていくと、まあ、こういうことになりますので、この部分がです、ね、私たちが実施本部としてやろうとしている部分であります。 それで、まあ、これまでどういうことで PR してきたかということなんですが、エレベーター、これ、あの津市の庁舎のエレベーターですが、ラッピングをしました、それからカウントダウンボードを作っております、それから公用車にマグネットシール、こんなふうにです、ね、貼っておりまして、まあ、これで PR をしてきたんですが、まあ、これ、津市の普通の封筒なんですけど、これを国体バージョンに変えていこうというようなことで、まあ、これを今日から。 出来上がりましたので、まあ、この後各部にそれぞれ渡してこの国体バージョンの封筒を優先的に使っていこうということにいたします、えーまあ、国体は再来年9月10月ですからそろそろ市民の皆さんにも昭和50年以来の国体がまたやってくるぞというようなことこれをですね、また改めて認識をしていただくということでこういう封筒などもそういうふうにしていこうということであります 今後、ですね、まあ、国体のことを書いてあるような名刺を使うとか、ですね、グラフィックパネル、市役所1階のロビーにあるグラフィックパネルに国体の国体バージョンを作るとか、こういうことを今後やっていきたい、これはまだこれからであります。 発信を今後もしていきたいと、こういうふうに思っております。以上が1点目ですね。で2点目、えー、旧津市体育館、こんなありました。でこれをですね解体工事をしてるんですが、土壌汚染の問題が出ましたのでえ、一時中断をしておりました。それがいよいよ再開をします。12月14日、来週の土曜日に再開をするということになります。 これ、経緯がございまして、昭和41年設置の体育館で、一番老朽化が進んできたということで,です、ね、実際にはサオリーナにその体育館の機能を移転をさせたということであります。で、29年10月1日、サオリーナオープンに伴い、廃止をしたわけでございまして、この場所は解体をして、地球場の駐車場にしようと。 ということを計画し、29年度予算で解体設計をしましてです、ね、30年度当初予算に1億3300万の解体工事費を計上いたしました。で、その上で8月6日からの後期で、具体的には解体工事は9月1日から始めたんですが。 えー、三重県との協議の中で,です、ねえー、県条例に基づいて地、地歴調査を行いなさいということになりました、で地歴調査というのは何かと言いますとです、ね、この土地がどんなふうに過去において使われてきたかということを、文献などで調査しなさいと、こういうことになったわけですね。 すで既に体育館が建っているところなんで、以前の状態、つまり体育館が建つ前の状態がどうであったかということにした伴って、そこのさまざまな土壌の汚染などがないかどうかということをです、ね、まあ、三重県の環境室は確認をする立場にあるわけですが、まあ、それを。 まあ、いずれ、何かをまた新しいものを建てるんだったら話は別なんですが、まあ、駐車場にするだけなんで、まあ、そういうことがどこまで必要なのかなということは、我々としてもさまざまな思いはありますが、まあ、しかし、これはあの、県の,あの環境所管の条例に基づくご指導ですので、まあそれを、それに従いまして、問題は地面の下ですから、杭などを抜き始める、まあ、そういうタイミングになりましたので、地盤面の下の工事はです、ね、ちょっと止めて、 えー、10月からです、ね、地歴調査をしましまたその結果です、ね、これはおおむね分かってたことなんですが、過去に軍需工場があった、軍需工場に正確にようと転換をされた紡績工場、繊維工場などがあったという場所でありまして、今回、駐車場する場所は工場の敷地だったのか、倉庫など、その他の建設物の敷地だったのかというところまではです、ね、当時の図面は出てこなかったので、分からなかったということでありまして、 たのでその旨、報告したところ、三重県から、ですねでは具体的に土壌汚染状況調査をしなさいというご指示をがありました、そこで、えー、去年の議会の補正予算に計上をして、土壌汚染調査をすることにしました。 で土壌汚染調査、1630万で調査費を計上して、今年の1月から、表層土壌汚染調査、それから詳細調査、5月から、こう 2, 2本の調査をさせていただきました、まあ、その結果、ですね土壌汚染は10メーターメッシュの136区画をやったんですが、そのうち8区画から土壌汚染が検出されました。 基準値以上の六角ロムが 4, 4区画、それからヒ素が3区画、鉛が1区画、出てきましたで、地下水は幸いなことに基準値未満でありましたので周辺の生活環境への影響はないということでございます。で、こういうものが出てきますと、汚染土壌の対策工事費、まあ、具体的には土壌を入れ替えちゃうわけですね、そのパーツ、10メーター四方の土壌を入れ替えてしまうというようなことの。 必要性が生じましたので、これは8月にそういう結果が出ましたので、9月議会に補正予算を出しまして、一部土の入れ替え工事をさせていただきました。で、それは9月から5500万円ですね、48万3000円で、補正予算で、実際には10月から着手しまして、その工事が11月8日に終わりましたので、13日に完了届を県に報告をいたしました。 そうしたところ、翌日、県がその旨を発表しまして、そこから1ヶ月で工事が再開できるというルールになっておりますので、12月14日、解体工事を全面的に再開をするということになります。そうすると、来年の2月末までに完了するということになりますので、当初の予定よりも約1年遅れてしまいましたが、津市体育館は無事、解体工事を終えて、来年度、 具体的には駐車場の整備に入り、それこそ国体ですね、三重常和歌国体の高校野球の会場になりますので、地球場が、その会場の時には、ですねこの駐車場が使えるという状態になるということであります市民の皆さんには、ちょっとしばらく工事が止まってて、ご心配やら、あるいは大丈夫かというふうですね、あの お待たせをしてしまってまして、申し訳なかったんですがあの、このように対策工事を完了して、工事が再開できるということを今日発表させていただきました。中国ののチ,チェンジャンに行ってきましたので えー、その結果をご報告をさせていただいこちらが県林さん、陳孔氏書記長ですね、陳孔氏のナンバーワン、これが市長さん、張陽樹さんというです、ね、市長さんでありまして、まあ、こういう会談をしたり、協定を締結したりしてきました。はい、22日に中国は入っ 両秘市長と会談をし、交流促進関ら覚書を締結したということでございます。それから23日は土曜日でしたが、新興の新区、経済が発展している新区を視察し、いろいろな会談をしたり、それから高層大学に行きまして、学長さんと会談をしたり、そして高層大学の日本語学科の学生たちがスピーチコンテストをやっておりましたそれをおに出席をし、夜には書記長と会談をして、えー、そして24日、一部新興の市内を見て、えー 日本に帰ってきたと、まあ、こういうスケジュールでありましたで交流促進の覚書なんですけどね、まあ、これですね、えーまあ、こういうものでございまして、えー、津市と陳孝市のですね、まあ、交流を促進していこうという覚書でございます。 でこの覚書自体は、まずは経済交流をです、ね、しっかりやっていこうというものでございまして、まあ、経済交流、これはあの、まあ、これまでも中西北部サイエンシティを中国の皆さんが視察をしたり、あるいは今回見てきました、あのまあ、人口のンクですね、まあ、新たに開発をして、工業団地であり、かつオフィスもあり、そしてまあレストランなど、街、 生活機能もありというようなところをですねまあ彼ら319万人人口を要する都市でありますのでやることもダイナミックで、まあ、高速道路をバーンとつないでですねそこを先に大きな街をつくっちゃうような、まあ、そういうイメージで開発をするわけですで、えー、コミュニター空港なんかもですねつくったりとかですね、まあ、そういうことをやるわけですが、まあ、そういうことをやっている。 まあ、お互いに地域産業の発展、あるいは産業競争力の強化を図るためにです、ね、情報交換、相互交流、相互協力しましょうと、まあ、こういうことでありましたもう一つは、青少年のです、ねえー、相互交流の受け入れであります、えー、これも後からちんあの高層大学のこと出てきますが、高層大学から2年に1回、えー、9人の学生さんと1人の先生が津に来て、えー、三重大学と交流しております。 まあ、津市からもです、ね、青少年をです、ねえー、中国に派遣をして、えー、そして、えー、相互交流をしていこうと、まあ、こういうことを覚書をき結んできました人工シン工業開発区ですが、あのーまあ、具体的にはです、ね、そのこちらには。 これはのプレゼンテーションルームでの写真ですが、KYB さんの工場に行ってきました、津、ま、に、あ、も工場のあるところですが、まあ、そこで中国において、えー、実際に進出をした日本の企業さん。 つにご縁のある日本の企業さんの意見なんかも聞いてまいりまして、非常にやっぱりあの中国における発展が非常に進んでいるということであります。ただし、やっぱり人件費は相当上がってきているようでございまして、20年ぐらい前の5倍ぐらいって言ってましたからね、人件費がね、になってきたということで、相当やっぱりあの厳しい、経済環境としてはだん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 、 コストは上がってきているという説明はしておられました。大学ですね、これは青少年交流なんですが、この人たちは優勝なんですけれども、スピーチコンテストは12名参加したんですけど、高祖大学の日本語学科はです、ね、50人、1学年おりまして、まあ、200人がですね、4学年、200人が同時に大学で日本語を学んでいる、この人たちは多くが日本の企業だとか、 中国における日本企業、あるいは中国における日本ビジネスをやっている中国企業、そして場合によってはさらに留学をしてきて、こっちへ、大学院をこちら出て、日本の企業さんに就職をしたりというふうにしているということで、非常に、まあ、語学をしっかりやって、その語学をまあ武器にして、新しくこう自分たちのキャリアにしていこうという,もう若い学生たちが非常に一生懸命、 日本語を学んでいる、そして日本語を一生懸命使っている、まあ、その姿を見てきました。共産党中央新興審会の書記長との会談ですね、えーまあ、うちの方も議員も5人一緒に行かれましたので、まあ、そういう議員との交流もしていただいたということでございます。香港のことが非常にこうデリケートな時期でありましたので、 えーまあ、先方とのいろいろなあの話の中でも話題は出ました、でまあ、もちろんその中国、メインランドチャイナ本土から見て、えー、中華人民共和国政府として、香港についてですね、香港の今の状況について、いろいろとあの思いはあるようでございますが、あのそんな中で、えー、やはり中国自体がですね、えーまあ、米中の貿易、 摩擦という中でもです、ね、一生懸命、前向きに今までの国として進めてきた経済発展、そして人々の生活を豊かにするということを進めておられる、そこは一つ一つの出来事に何か影響されるというよりも、非常にまっすぐにそういう路線を進めておられるなという感じがしてまいりました。 でまあ、あの自治体交流という意味では、まあ、これはあの、まあ、一朝一夕に出来上がったものではございませんし、まあ、これまでの先人たちが作ってきた、まあ、そういう交流の歴史を、ですね、まあ、ここで何かこう違う方向に持っていくというよりも、まあ、これまでの実績を踏まえて、ですねこれからもその時々にできる、まあ、意味のある交流をしていくことが大切だなと、私も3回目でございましたが、 日々変わっていく鎮行使の様子を見なながらです、ね、そんなふうに感じたところでございます鎮行使として交流をあのいろんな国のいろんな都市と交流してるんですが、まあ、津市との交流が一番古いもんですから非常にこうずっと長く交流してるということで,です、ね、お互いに信頼感を持ちながらやっていけるいい形でのです、ね、交流がこれからも続くんではないかということを そういう予感をさせる、まあそういう方中でございました。以上で報告を終わります。ありがとうございました。